Hello everyone, I'm コキマル Nice to meet you! ということで、コキマルでございます。はい、本日の動画なんですけれども、4月10日に行われるまちマルシェというイベントに、僕コキマルが昆虫標本制作の特に転足に特化した実演ライブを行えるということになりました。はい、ということでやっていきたいと思うんですけど、今日4月9日前日でございます。コケマル結構不安症なんですよね。今日は家族を連れて前日下見に行きたいと思っています。まあ下見と言いましても、家族でただ遊びに行くだけなんですけれども、行ってみたいと思います。今回の動画の流れとしましては、前日下見でどういった様子なのかっていうところのご紹介と、当日転足ライブできればですね、詳しく細かく動画が撮れればいいんですけれども、なかなか難しい可能性もありますので、まあ、雰囲気を見てもらうような感じになるかもしれません。そして最後、出来上がった転足終わりの昆虫をお見せして終わりという流れでやっていきたいかなと思います。それでは、本日もよろしくお願いいたします。これは僕の娘ですね。おそらくあちらがステージだと思われます。こんなん撮ってて全然違う場所やったら面白いですね。今日はいい天気です。ちょっと心配なんで、前日にどんなもんかなっていうのを、テクニックを兼ねてやってまいりました。では明日どうなっているんでしょうか。楽しみですね。ではまた明日。はい、というわけで今回こういったイベント初参加ということで、やらないといけないことは全然わからなくてタジタジでございます。でもね、結構反響があって、嬉しいことにね、やっぱり子供さんが喜んでくれるっていうのが一番で、バスバス言ってますよ。じゃあやっていきますよ。転足。はい、お疲れ様です。コケマルです。今日は転足の実践やっていきますよ。これがメタリフェルクワカクワカ。怖えーな。これすごいや。これは知ってる。これはホソワカクワガタの仲間で、メタリフェルホソワカクワガタって言います。かっこいい。これも今日はどっちか一方を昆虫標本に仕上げていきたいと思います。どっちがいいですかね。じゃあ今日はメタリフェルホソワカクワガタのノーマルの標本の作成をやっていきたいと思います。死んでしまってそのまま置いとくと、結構中で腐敗が進んでしまって嫌な匂いが出たりとか、酢酸エチルっていう薬品を本来使って腐敗を防いだりするんですけど、そういったものないんで、マニキュアとかを落とす除光液にティッシュに含ませて密閉させて保管しておくと、中の腐敗を防ぐことができます。ただ注意しないといけないのが、ベチャベチャの状態で保管しておくとカビが生えてしまったりとか、そういったこともあるので注意いただきたいかなという。一番いいのは、死んでしまって一番すぐにもう作業に入る。家でやるときは電気ケトルとかでお湯を沸かします。これお湯を沸かしたやつを真方面に入れてきたんで、まずは柔らかくしていく軟化といわれる作業で行います。でこの時注意しないといけないのが、固まってる状態でティッシュに張り付いてしまうと足がもげたりとかするんで、それは本当に気をつけましょう。ではお湯に浸かっていただきましょう。投入。見えますか。虫入ってるやろ。入ってた。で、ありがとう。で、ここからはちょっと昆虫の豆知識を喋りながら待ちます。これはペルーで採れた蝶々なんですけど、こっちが表面です。で、こっちが裏面。裏に文字が書いてるような蝶々なんで、
オープン。今日はこの発泡スチロールの上にクワガタさんを針で固定するんですよね。昆虫針っていう昆虫標本専用の針、これを使っていきます。きれいに拭いてあげて、いきなりここに置くっていうのはブブー。まずは関節に沿って、あっ今パキッて言うんですよ。これで OK。 え、パキッて言う、あ、怖いわ、難しそう。今折れてないんですか？びっくりしたでしょ。付け根にも関節があります。奥にパキッて言う、はい、これでもう完璧です。このように全部の足をこれやっていきます。今日はね、折っちゃってもいいから最後の1本やらせてあげるわ。おお、すごいな。じゃあこの中足をここ根元向いてこう開いてみる。いいよ、折っちゃってもいいから。中足をこう開いてみる。今こうなってるやつはこれを頑張れ。おお、いいよいいよいいよ。どうぞどうぞ。いた、あー折れちゃった。これ難しいねんな。難しい。いいよ、ありがとう、折ってくれて。よくあって、この時は乾燥させた後にボンドで引っ付けます。今日折ってくれたからその作業もできます。人間でもそうだけど、こうは動くけどこっちには動かないですね。こうなってしまうと折れちゃう。関節をよく観察、ダジャレみたいですけど、それが重要になってきます。クワを柔らかくしてあげて、最後この足を、はい、じゃあ下準備は OK で、触覚を出します。今右側出ましたね。次左側出しますよ。はい、出ました。こんな形で、ありがとうございます。中のこういった触覚とかもこだわって出してあげるとよりプロ感が出ます。じゃあここからは減速の作業に入っていきます。減速っていうのは昆虫をきれいな状態で形を決めて固めていく作業になります。右前この辺、この辺に1個穴を開けて固定してあげました。来ました。1回穴は開いてるから、ここでまっすぐ差し上げます。これでまっすぐだな。で、裏から出すのが一番難しいです。足折れてしまうかもしれんけど、思い切ってやっちゃいます。出てきたかな。平均台って言われる機械で、そういうの使うんですけど、今日はもう簡易的な標本の作り方で紹介するんで、こんぐらいでいきましょうかね。で、刺します。はい、あ、で、浮いちゃったなと思ったら押さえてあげて大丈夫です。で、まずはクワを固定してあげると左右に動かんようになるやんか。これで一旦固定してあげて、次これを出してあげよう。高さを出して、かつこれをこっちに折り曲げることによってちょっとまっすぐ高さ出す。どんどんいくよ。はい、立った。おまか。これで図鑑っぽくなる。気に入らなかったら何回もこうやってやり直しをします。こだわりすごすぎてわからん。で、次は中。爪がこうなってる。ください。必ずこうやろう。これめっちゃ難しいねんけど、色が変わるから。はい、立った。じゃあちょっと図鑑っぽくしていきましょう。あー、かっこいいかっこいい。やって図鑑通りで。最後に爪をちゃんと開けてあげる。これを服に持ち上げたい。これが超絶難しい。最後の達人鬼レベル。最後貼り付けた時に右側と左側が同じになるんですか。で、最後付節をもう一個寝かしてあげて、はい、で、乾燥剤と一緒にタッパーに入れて、これで3ヶ月ぐらい保管。これで完了。
ありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。終了となります。ご清聴ありがとうございました。というわけで、いやー暑かったですね。なかなかハードな一日でしたね。今回のイベント、コケマルとして初めていろいろ転職ライブとかをやらせていただいたんですけれども、他にもオファーをいただけたりとか、また活動の幅が広がるようなイベントになってすごく良かったなと思いました。転職ライブでずっと僕の前でね、30分、40分ぐらいかな、見てくれてた男の子がいるんですけど、昆虫めちゃくちゃ詳しかったですね。僕も勉強しないといけないなと思いました。彼にはぜひね、本当に昆虫博士になっていただきたいなと思います。コケマルは応援してますよ。というわけでね、今回の動画は締めさせていただきたいなと思います。僕も勉強不足なところがありますし、動画自体が全然クオリティが低いのでまだまだなんですけれども、ぜひね、皆さん応援するという意味でチャンネル登録といいねボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でございました。失礼します。皆さんありがとうございます。コケマルです。昆虫標本制作受けたまわっております。詳細は概要欄からどうぞ。スリーベースファクトリーさんにお邪魔してます。よろしくお願いします。顔出し大丈夫ですか？はい。どうですかこれ、すごくないですか？これご協力いただいて作ってます。